まあ、前半はどちらかといえば僕らの自陣でのミスからピンチを招いてたり、まあ、後半は前からの守備っていうのが機能しなかったりとか、まあ、そういった課題っていうのはあったので、まあ、そこはまあ、ゼロで抑えたからこそしっかりそういうところに目を向けて、しっかりやっていきたいなと思います。点を取るべき時に取れてるっていうことが一番かなとは思います。まあ、ゼロに抑えれば8点は取れるので、まあ、それをどれだけの数できるかだし、まあ、仮に点を取られてもひっくり返すっていうメンタリティ、メンタル的なところも大事になってこれからなってくるのかなと思います。いやもう出るからにはやっぱりそういうのは言い訳にしたくないので、まあ、それは選手としては嬉しいことですし、まあ、より出続けるからにはその試合で、結果というものを出していかないといけないという責任はもちろんあるかなと。まあもう今はここ数試合の連戦の結果っていうよりもう大分に向けてしっかり準備しているので、まあ、そこに向けて、いい準備をしたいなっていう気持ちです。全員がしっかりとハードワークして攻撃も守備も全員でこうやってくる印象はありますし、下からキーパーからしっかりと丁寧に、ボールを運ぶっていうことをやってくるチームなので、まあ、より守備の僕らの守備のところで、後手に回らないような守備をしたいなと思います。引いて守るチームでもないですし、まあ、しっかり攻撃のところは自分たちの狙いがあるチームなので、お互いのサッカーがぶつかり合う試合になるのかなと思います。はい、まあ、特に意識することなくやれれば一番、はい、ナチュラルに自然体でいれるかなとは思います。まあ、これを取るか取られるかでやっぱり昇格っていう道っていうのが開けるか、まあ、それだけ重要な一戦っていうのはまあみんなも認識してますし、まあ、そういう、まあ、ここ2試合いい勝ち方できてるんで、まあ、その流れを、まあ、大分でも出せればいいかなと。カウンターの速さっていうのは出てきてると思うので、まあ、そこでまずは仕留めることができれば一番ですし、最近やっぱりセットプレーで点取れてるっていうのが一番大きいので、まあ、そこもしっかりと取れれば、まあ、より主導権に入れたゲームができるかなと思います。もちろん上がるからにはやっぱりしっかりと点を取るっていうのが、点に絡むっていうのがセットプレーでは使命だと思うので、しっかりとセットプレーで点を取るっていうのは毎試合、はい、意識してます。この流れを切らさないようにしっかりと戦って、勝ち点3を持って帰っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。